はい、今回はですね、前回ご紹介したこちらのブルーピリオドの中のヒゲ濃いな。ちょっと剃ります。剃りました。うん、まあいいでしょう。ということで、前回紹介したこのブルーピリオドの中でですね、あの主人公のヤトラがアイディアを出すためにクロッキー帳にあの丸と三角だけで構図を考えてたくさんアイディアのストックを出すっていうこちらの課題がありまして、ちょっと僕も挑戦してみようと思います。こちらが丸と三角なんですけど、だいたいその構図の基本は三角と丸と四角とバツとあと S 型ですね。この5つがだいたいの基本の構造らしいんですけど、丸と三角のこの構造はちょっと漫画の中で出てるので、せっかくだったら違うのがいいなと思って、何しようかな、バツと三角にしたいと思います。で、100均でこちらの A6 のクラフト用紙買ってきました。一応160枚なんで、まあ、1秒160枚書いたらまあ2分弱ぐらいで書けると思うので、一応160枚構図を考えてみたいと思います。はい、ということで早速書いてみたいと思います。どうしようかな、普通に鉛筆で書きますか。鉛筆で書きます。三角とバツ、じゃあ記念すべき1個目、三角とバツじゃない、四角とバツだ。なんでか、4、おっとストックが、あ、こうでもいいんだ。で、こう、こうで、こうもパチでしょ。6、やばい、これはもう使いまくってる。どうしよう、これで4つ稼ぐか。
今半分ぐらい。まだ半分。マジかよ。嘘だろ。これはきつい。あ、わかった。細いやつがある。ほう、こうやって細くして、あ、こっちも細くすればいいんだ。ほら、そうだ、こう細いので、こっちもこうやって細くすればいいんだ。天才現る。空白を楽しんでください。そう、こうして空白を楽しんでください。これずるくね。すごいこと気づいた。こうで、こうはこれ×じゃない？ラストだ。ラストどうしましょう。ラストはラスト斬新なのにしたいな。時間がどんどん過ぎていく。ラストはオーソドックスにバツと四角160枚目終わり。32分30秒でした。はい、ということで160枚全部書き終わりました。むずい。いやでもなんだろうな、その思ってないところが出てきたのがすごい面白かったですね。絶対こういうのとかきっともうダメじゃないですか。でもすごい楽しかった。これちょっと皆さんもぜひおすすめです。やってみてください。では作ってみてください。